0足す2足す5は9になるんですね、うん、9というのはやっぱりこう終わりとか、うん、整理整頓とか、うん、断捨離とか、うん、新しい時代への準備みたいなところでいろんなことがガタガタガタッとこう崩れていくんだけども、それに伴って新しい芽が出てきやすいっていう、なんかそんな年回りという話があります。2023年にその運気がすごくいいとラッキーで1回あると、はい、後半もちょっと聞いたんですけど、こういうのを教えてください。はい、あの一粒万倍日っていうね、はい、すごくこう何か始めるのにいい日っていうのがありまして、はい、これと天赦日っていうとてつもなくいい天が全ての罪を許すっていう大吉日があるんですね。運の天は天ですね。赦は土曜日の日でも休みの日があるんだな。一粒万倍日と天赦日が重なるっていうのが3日間あったんですよ。やっぱり考えてるんだね。良さそうだな。家族のあれがあるもんな。そうですね。3回あると言いましたが、1回目もう終わってます。終盤戦で分かるじゃん。休みだから回ってくんだから。後半戦なんだから。今がベストタイミングですから。はい。ベストタイミング。4月の6日だったんですね。これ終わっちゃったんですが、あと2回ありまして、2回目が3月の21日。3回目が8月の4日。で、3月の21日は春分の日でお休みなんですね。で、こうさらに、虎の日にも重なるんですけども、虎の日っていうのは、まあ、虎って黄金のね、縞模様なので金運の象徴とか、今はな、昔と違って訪問販売なんてのはしてないと思うけど、でもやっぱりあの会社には回ってんだろうから、あの要するに販売っていうよりもさ、挨拶回りっていうの、挨拶にいつもお世話になってますってだろうね、それが4月だろ今、運勢占いをですね、今年バージョン発表していただきます。私みたいに一般の家庭に飛び込みなんてのは今はないだろう。ないだろうね。努力家。努力家ですか。リーダーの資質があって、ライバルがいるとさらに燃えるとかね。やっぱり自分の持ってる顧客があるだろうから。運勢の人という星もあります。千葉なんかだったら、これからもっと大切なんだ、向こうの裏の方行ったら、地主のな、うちとかよ。頭がいいんですね。話の要点をつかむのが上手なので、土地なる気いるわけだろ、そういう地とかやっぱり。本当そうなんだ。少し喋ると何言うか分かっちゃうから、もう聞かなくていいやもん。主に会社だと思うけど。めちゃめちゃせっかちっていう。ああ、せっかち。このところで、ご無情で言われちゃった。すべてのお客さんから、普通の個人は今ほとんど店頭販売でな、スロープレイよりはいいですけどね、はい、の中で一番早いって言ってました。まあ本当に、過去の苦労をですね忘れて、そういうのは昔と変わったよな、大丈夫ですよというおかげさまですの心を忘れずにいたら大丈夫ですよという、まあそんな非常にパワフルな強いミキさんなんですが、はい、今年のテーマ、テーマ、はい、お願いします、はい、いい流れが今年になって目に見えて出てくるんですが、そこでさっき言ったせっかちさを出さずに、今年はその翌年の天気、大きなチェンジに向けてもう一度基礎を、だから納車なんてのもあんまりなくなったよな、取りに行くのがあるんでな、主流になっちゃったんだな、いつの間にか分かんないけど、これ全く同じことが駅で出たんですよ。そうなんですよ。僕駅をやってて、そういう意味ではレーラーの人は良くなったよな、営業マンは、やっぱり今回いろんな、やっぱり手相だけではなく生年月日とか、はい、馬の画数からいろんな方向から見させていただいたんですけど、これからやろうとすることの基盤や土台を作る年っていうのが出てきました。これどう見ても出てきました、ね、はい、今年いいこともあってもちょっと我慢しろと、24年に一応あそこの列なんかいいけど、埼玉さんのことはあれじゃん、納車式ってのがあるらしいじゃん、はい、あれがね、乗車専用部屋があるって、もうやめてくれよって。まあそれはそれで、そういうのがいいんだろう、だから僕の方は。あの人は、ダメだよって言ってもしちゃう人なんで。結構ね、それでも周りは動き始めてはいい。はいはいはい。それでいいんですよ。で、いいんですけども、その大きなことも、ね、この辺でああいうタクシーみんな珍しいな。いいんですけども、せっかちにならずに、やっぱりちょっとこう長い目も見ながら、そこに求めないっていう。だから結局は買い替えてきたんだね、あれに、やっぱり今まで興味がなかったものへの興味が広がって、新しい世界、舞台や人まだ候補と乗ってるところはかなりあるもん、でちょっとなんか出てきたキーワードいくつか、だから入れ替えるときにタクシー専用にするか、ああいうのにするか考えるんだろ、やっぱりタクシー屋の
まあ、大浦さんが何かこう参加するみたいな、うん、あとですね、僕あんまり人混み好きじゃないからそこに何か出店するとか、うん、ただそこに何かこう食べてもらうようなものをプロデュースするとか、なるほど、はい、あとですね、あのもしイメチェンとかちょっとマイナーチェンジとかいう場合にはよりこう上品な方向っていう品のある高級なとかっていうマイナーチェンジとかも一つありだなっていう話がありました。やっぱあそこのこのカブでブリーフマンがいっぱい気になかった、うん、あのカブで持っているブリーフマンがいっぱい気になったみたいな、うん、はい、ちょっとやっぱその素材であるとかその中の内装などをっていうそういうまたターゲットをそっちに向けたっていうのもありかなという、うん、でですね、そのカブの手前でブリーフマンが気になないかも、まあ、足固め維持の足という、まあ、数字で言うと4っていう年なんですけども、これ基礎固めってなると基礎っていろんな基礎があるんですよ、人間関係、仕事、もう一回そこ固まっても大事なんですけども、体の基礎、カーブの手前ではブレーキ踏まなきゃ危ねえじゃん、危ねえけどカーブの手前でだから来年のこう要するにこっちでブレーキ踏まないから楽だけど早めに離してエネルギーかけたじゃん、やっぱりこう体をカーブの手前グッてブレーキ踏んでやった方がいいじゃん、レースしてるわけじゃねえんだから家も基礎だし、だから向こうが遅いって感じなんでしょ、なので不動産運転の今年上がってきますよという年もあります、まあ、純粋に引っ越しとかもいいですし、あと模様替えとかそう家関係のことも非常に面白いと、あとですね、植物を育てたり、ほらコンテナちっちゃい割にはすげえな、仕事30区で重いんでしょ、重いんだね、長みがその中で面白いアイデアが浮かんできそうなので、なんかそういう自然の中キャンプとかそういう自然にっていうのも一つまたキーワードとしてありますね。で、昔の人の知恵を生かしたアイデアを取り入れる温故知新みたいな、昔の遊びとか昔の郷土料理とか、だからそういうものもちょっとキーワードとして、まあ、こういうのを運んでるのが一番いいやな、だけど24年の元気釣り込みも何も関係ないもん、うん、これはあのチャンス、このトレーラーはこういうの多いな、ストップアランプがつかねえとかっていうの、ジャンプですね、常にあれ同じで引っ張ってたわけじゃないからね、変換してないんだな、足場を固めておいてヘッドの方はちゃんとつくじゃん、ね、意識が大事というところですね、開墾多いね、繋いだ時にね点検しないんだなっていうの、そういうの私は我慢してる、日報上はちゃんと点検したことになってんだけど、うん、だから今ねすごく嬉しいことに僕がねこんな風に言ったことをすごくメモっていただいてるんですけど、このアドバイスもあまり聞かれないんだろうなとは思ってます、そんなことない、都合のいいことは聞いてます、これが一番大事なんです、大事です、はい、まあ、音原もそうだけど動かないことって朝不運で緩やかな加工しかないので、やっぱりそういった動きは大事なんです、点検するとかしないとか、車の周り一応一回りしたけど、土台作りじっくり、日報とか夕方仕事終わって100号帰ってきたら書くからな、その時にあの点検用紙なんかよしよしだからな、みんなな、やっぱり来てもらうべきだな、で島田さんあれなんです、運と不運の正体というねこの本を出されていて、島田さんの表紙なんと著者累計100万部突破なんですよ、すごいじゃないですか、本当、まあ、いろんな本を合わせてですけど、それってすごいですね、この本もまず宣伝をさせていただきたいと思います、ありがとうございます、どういう人が運を生かしたりするんですか、やっぱりなんか皆さんスポーツ選手でも、はい、例えば体を鍛えるとか、はい、技を磨くとか、はい、雨降ってたりしたことなら、もう何もしねえよ、家にいたけどそのままで、うん、体や技は磨くのに、運を磨く人ってあんまりいないじゃないですか、それで、あれの時に見てるよ、もうここで待ってる時に、運って大事だと思ったけど、鍛え方とか分かってない方が多いと思うんですけど、こういう感じでやると運も鍛えられるんだよってことをちょっと書かせていただいた本です、そういうことをね、積んでる時にできたんだけど、だんだんうるさくなってそういうのが出るようにしたんだな、うん、積んでる時はその積み終わるまでほらそこの場所で、また来年もですね待ってなさいってこと、見てなさいってことです、今年もいい年になりますよ、頑張っていきたいと思います、ゲストありがとうございました、塗装芸人の島田修平さんでした、ありがとうございました、テルボン人生相談で半世紀以上相談者と向き合ってきた加藤和夫さんがあります、タッチすることで紹介を確認できます、心の仮面を外そう、夫婦、家族、子供を選ぶ
コロナ以降、不安や閉塞感から悩みがより身近な事柄になりました。自分の本当の姿に向き合うことからスタートし、心の仮面を外すことで、あなたの心はすぐと軽くなるはずです。テレフォン人生相談、心の仮面を外そう、全国書店、ネット書店で好評発売中。電子書籍もあります。そうです。あの伝説